どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、ホーチミン国際空港に来ております。タニソンニャット国際空港かな、はい、ちょっと名前をちゃんと覚えてなくて申し訳ないんですけども、本日はねここから、シェラトンホテルの方に行きたいと思います。で今回ですね、この空港から、グラブっていうね、まあ、知ってる方多いと思いますけど、まあ、ウーバーのこのアジア版みたいなのをね使って、呼んでねタクシーで行きたいと思います。ちょっとねまだ朝の11時ということでチェックインさせてもらえるかわかんないんですけども、まあ、ラウンジ等々もあるそうなので、まあ、ちょっとねできなかったら待合室だったりラウンジで、ゆっくりしつつチェックイン、ね、していきたいなと思います。ということで早速ねグラブ呼びましょう。今打ち込んでるんですけど、ちょっと打ち込んだらもうシェラトン最後のホテル&タワーズ出てきますね。いくらなんだろう。10万7000ドン、2つ消して半分って言ってたな、だいたいブログで見たんですけど。あ、500円ぐらいかな。あ、まあいいでしょう。行きたいと思います。はい、では行きましょう。ちなみにグラブ初めて使います。今もうねこんな感じで向かってきてくれるみたいな、本当にすぐ着きそうですね。ナンバーが 60A、 多分ここ止まっちゃいけなさそうなんで、もう一個向こうに行きましょうかね。止まってる人いない。いや、めちゃめちゃもう本当に Uber と一緒でとても便利ですね。はい、今更通う感があるかもしれないですけど、私は初めて利用します。あれかな、ハロー、510 FIFA OK Thank you。 よいしょ、では乗りました。タクシーを拾おうとしてる人も多いんですね。手を挙げてる人も結構いますね。シェラトンホテルサイゴン OK。とりあえず揺られていきましょう。まあ、多分500円ぐらいだと思うんで非常に安いですね。ということでしばらく揺られていきたいと思います。これですよ、これこれ。やっぱり未だにバイクはノーヘルで乗っても全然大丈夫なんですね。そして二血。いや、もう完全にあれですね、水曜どうでしょうで見た頃のベトナムとあんまり変わってない気がする。街はすごい栄えてますけど、すげえ、こんなにすごいんですね。数が違いますね。でクラクション鳴らしまくりはどこも一緒なんですね。いや、本当に水曜どうでしょう見てるかのようです。それではひとまずホテル到着までゆっくり待ちたいと思います。ということで到着いたしました。ちょっとねチェックインできるかわかんないですけども行ってみたいと思います。 Thank you。 Thank you for the back, sir. Oh, thank you. Thank you. ということで今ねチェックインさせていただこうと思ったんですけど、こちらのホテルはねラウンジチェックインがねできるみたいで、ラウンジの方にね案内していただきました。で先ほどのグラブタクシーですね、だいたい700円ぐらいでしたね。めちゃくちゃ安い結構乗りな、20分ぐらい乗りましたもんね。やっぱかなり安いんですね。ありがたいです。で見えてるかな、ね、プールまでついてるんですね。いや、すごいですね。びっくりしました。ということで今ねチェックイン待ちで、もうね部屋は準備できてるそうなんですけども、チェックインしてお部屋の方ね行きたいと思います。ということで お飲み物でもっていう話で、ね、コーヒーいただきました。うまいですね。ちょっと昨日仕事を頑張りすぎましたねちょっと2時半か3時ぐらいまで起きたのかな。ちょっと頑張りすぎました。いや、なんか霧のいいとこまでって思うとね、なかなかあれですよね。なんかね部屋はまだ準備できてないのかな。下の人はね準備できてるんだけど、こっちでチェックインしますかって言ってたんですけど、部屋は多分まだ準備できてないんだと思いますね。多分ちょっとよくわかんないです。まあ、ひとまずね、はい、コーヒー飲めてネットも使えてふかふかのソファーの上にいるんでちょっと寝ちゃいそうで怖いです。ではちょっとねゆっくりしつつ客室ね準備ができていれば行きたいと思います。
それではね、チェックインすることができました。いや、ありがたいですね。まだね、12時ぐらいなんですけど、今回は2482ということで、なんとですね、事前にアップグレード通知が来まして、はい、今回ですね、ジュニアスイートにアップグレードしていただきました。ありがたいですね。はい、今回2482ということで、こちらジュニアスイートルームというふうになっております。ジュニアスイートの上にはかなり広いですね。はい、こんな感じになっておりまして、ここに、ね、お水があります。これは無料のお水ですね。はい、でこちらに大きいリビングルームがありまして、よいしょ、ここにね、ウェルカムスイーツじゃなくてウェルカムフルーツをいただきました。バナナ、リンゴ、ドラゴンフルーツですかね。はい、でこっちの方に大きいデスク、仕事やしやすそうなデスクがあります。これアルコール除菌シートですかね。はい、でこちらにこれは HDMI のやつですかね。あ、違う、 USB ポートと HDMI ですね。へえ、なんかのモニターに、向こうのモニターに出せるんですかね。はい、あとコンセントがたくさんありますね。3つぐらい、4つ、3つ。はい、ちょっと年季が入ってる感はありますけども、いいですね。でこちらに電話という感じですね。でここら辺の引き出しとか入ってるのかな。いや、これは何も入ってなさそうですね。はい、これは空です。で、こっち側に、ハンガーと、DVD プレイヤー。すごいですね。で、あと、LG のテレビ。これは50インチぐらいですかね。あります。で、こちらに物置く台があるという感じです。では、ベッドルーム行きましょう。はい、こんな感じになってます。まず、ベッドから行きましょうか。はい、はい、ベッドかなり大きいです。いいですね。正面から見るとこんな感じです。で枕元にはこれはラジオですかね。あと、あ、 iPod のジャックがありますね。でもこれは iPhone じゃなくて iPod なんで、結構今はちょっと使えないかもしれないですね。あと AC が1本あります。USB はなさそうですね。はい、でこっちにね、はい、この円形になっているソファーエリアがありますね。すごい景色を楽しむことができるっていう感じですね。じゃあちょっと眺望ここで見ちゃいましょうか。こんな感じです。いや、これはすごいですね。すごい、かなりすごいですね。ベトナムを本当に一望できる感じです。いや、これはすごい。いや、すごいですね。はい、全部見渡せる感じですね。いや、これはすごい。これちょっとびっくりですね。こんないい客室に入れていただいて、でこっち側も全部見渡せると、いや、これはすごいですね。はい、景色を楽しみながらお酒とか飲めそうですね。はい、ということで続きいきましょう。こちら側にテレビがあります。こっちは、こっちもさっきと同じですかね。50インチ、いやー、50インチもないかな、40インチぐらいですかね。はい、でクローゼットです。よいしょ、あ、バスルームが、バスルームじゃない、バスローブがあるんですね。いいですね。2つかかってます。あと下にスリッパですね。あとこちらに金庫。よいしょ、これは空ですかね。あ、ランドリーサービスもあるという感じです。はい、よいしょ。あとドライヤーがここに入ってますね。ドライヤーここです。バスルームじゃなくてここに置いてある、珍しいですね。それでは次にバスルームですね。こちらにマウスウォッシュかな。そうですね、マウスウォッシュと、これシェラトンだとこのブランドですね、ローションがあります。あ、すごいですね。歯ブラシもある、ヒゲ剃り、コットンセットとかもあるし、すごいですね。めちゃくちゃ充実しておりますね。
はい、でお水とこちらも無料ですね。でバスタブです。いやありがたいですね。かなり大きいバスタブが1個あります。あとシャワーブースが独立ありますね。これもありがたい。はい、でよいしょ、こちらにアメニティがね入っておりますね。こちらにアメニティが置いてありますね。はい、シャンプー、リンス、コンディショナーということで、シャワーはねこちら可動式1本ですね。よいしょ。おでこちら側にお手洗いと、で上にバスタオルがあります。はい、こんなところでしょうかね。ということで本日こちらに2泊ですね、お世話になります。名前がシェラトン西郷ホテル&タワーズっていうホテルですね。はい、ということで、まあ、タワーホテルで今回ねここ26階建てだったかな。はい、で24階なんでかなりね高層階に入れていただきたっていう風になりますんで、非常に景色が良くてありがたいですね。でこういった感じでね、あの紙でね特典を一覧でねいただけますんで、非常に分かりやすくていいですね。ラウンジがね朝6時から10時までやっておりまして、5階にねあります。でアフタヌーンティーが2時半から4時半で、カクテルタイムが 6時から8時っていう感じですね。はい、で無料でねラウンジが空いてる時間は利用することができて、あと Wi-Fi ですね利用できて、あとミーティングルームが2時間無料で使えるみたいですね。はい、空いてたらみたいな感じですけども、こういうのもね無料で利用することができるみたいですね。はい、ということでこちら2泊ねお世話になります。ちょっとねかなりヘロヘロなのでちょっとねあの休憩しつつ仕事しつつですね、今日のところはゆっくりさせていただこうかなと思います。ということでラウンジに来ました。今ちょうどねティータイムということで、ペプシとかセブンアップとかソーダとかありますね。あとお水とコーヒーですね。で食べ物はこれは何だろう、ちょっと分かんない。あとケーキでチーズケーキ、あとなんかサンドイッチ的なのもあるんですね。はい、いいですね。軽くいただきましょうか。でここら辺は空ですね。で特にそれ以外はなさそうですね。ということで軽くいただきましょう。はい、ということで、ラウンジの方にね来て、あのなぜ GoPro になってるんだっていう話なんですけど、今ねよいしょ洗濯に行こうと思ったんですよ。でね外出て、で歩いてね10分ぐらいのところに普通にねクリーニングがあって、まあ、そこはね1キロ200円とかでやってくれるみたいなんで安いじゃないですか。それをね利用しようと思って出たんですけど、もう出た瞬間にめちゃくちゃ雨降ってきてやめました。これレモンのトニックウォーター、ちょっと珍しいものを飲んでみようと思ったら結構変わった味なんですね。あ、ちょっとね軽く取ってきました。フォーク持ってくるの忘れちゃった。残念ながらフォーク売り切れです。スプーンとナイフしかないんで、今ね消毒液あったんで消毒してきたんで手でいきます。美味しいガーリックサンド、あ美味しいですね。うん、朝のビジネスクラスの食事が結構しっかり、まあ、朝っていうか昼っていうか、うん、ですんで全然お腹空かなかったんですけど、この時間になって今ねちょうど3時半過ぎぐらいなんですけど、お腹空いてきてちょうど良かったです。今日のところはねこもって仕事とあと洗濯とねしようと思ってたんですけど、洗濯を封じられた今どうしようかな。洗濯だからラウンジめちゃくちゃでかいですね。2階席もあるんですごい、めちゃくちゃでかいですね。うん、この奥にもねちょっと座席あって、でプールですね。うん、今ちょっと雨降ってきたんで誰も使ってないですけども、ベトナムは普通に暑いんで多分入ったら気持ちいいんじゃないでしょうか。ツナさんのめちゃくちゃうまい、これめっちゃうまいっすよ。ではチョコケーキ、ブラウニーの上にチョ
ホクリームみたいな絶対うまいやつだ。もう間違いないですね、超美味しい。洗濯どうしようかな。いやホテルにね頼めるんですけど、で他のなんていうんですか、普通のマリオットホテルってめちゃくちゃ高いじゃないですか、うん、まあこのベトナムなんでねある程度安いんですよ。全部やっても多分ね1万円ぐらいでできると思うんですけど、まあ、でも歩いて10分のとこ行ったら1キロ200円とか見ちゃうと多分500円か400円か600円で多分これできるんですよね。まあそれを聞くとやっぱりホテルで頼むのは楽なんですけどね、客室まできっと持ってきてくれるでしょうし、うん、でもねちょっとお金もったいないですよね、うん、だったらタクシーで行ってタクシーで帰ってきた方がまだ安いですよね、うん、まあ、一目ちょっと考えます。今外出て雨降ってきてラウンジで退避みたいな、そんな感じですね。ツナサンドめっちゃうまかったですね。もう一個いただいてから客室戻りたいと思います。めっちゃいいっすねここ。それではラウンジに参りました。サラミだったりパン、あとスープ、なんだっけ、卵スープみたいな、あとフルーツ、チーズ、わすごっ、ポテト、これはチキンナゲットみたいなですかね。すごいですね、生ガキとかあります。いやさすがにビビって食えないですねいやめちゃめちゃ食べたいところですけど、いやでも美味しそうですね。あと鶏肉とこれ何、きゅうりか、今麺を作ってくれるんですね、すごい、めちゃめちゃ美味しそう。いやこれはいいですね、いただきましょう。ということでいただいてまいりました。葉っぱとサラミ、ハム、あとカモ、あとねキムチ、センキューということで、あとねヌードルいただきました。ちょっと見せるかな、大丈夫そう、はいはい、ということでいただきましょう。途中からヌードルばっかり食べる人になってますね。あとね、はい、プレミアムビールいただきました。いやめちゃくちゃすごいですね、うん、美味しい。だってお肉料理にお野菜、フルーツで牡蠣とかサーモンとか、これはもうあれですね、完全に食事の代わりになりますね。ということでいただきましょう。いやちょっとキムチとかね見せられちゃうと、ちょっと日本でそんなに食べるかって言ったらそんなに食べないんですけど、いいですね、うん、めちゃめちゃうまいです。ちょっとねサラダ中心にいただきたいと思います。ここまで充実してたらねもっと混んでも良さそうなんですけど、うん、10組ぐらいしか使ってないですね。まあこれからなのかもしれないですけどね。これはちょっとうどんみたいな、なんかねカップ麺の麺も使ってるのもあったんで、何個か種類あったのかもしれないですね。いただきます。でもだいぶ味が薄めですね、うん、あでも美味しいですね。なんか野菜とかいろいろ入っててめちゃくちゃ美味しいです。こんなところでしょうかね。いやこれということでちょっとゆっくりいただいて、ホテル客室に戻りたいと思います。ということで時刻はね9時半になりました。そろそろね今日のところは休みたいなと思います。ちょっとねしばらく空港泊がね続いてたんで、まあ睡眠自体はね取れてるんですけども、疲れが取れないみたいな、まあ、そんな感じですかね。ということで今日のところはねこんな感じで、おやすみなさい。また明日です。おはようございます。ただいま朝の8時半になりました、結構ぐっすりね寝ることができましたんで、今日はねなんとか行動していけそうな気がします。ということでひとまずね今8時半で朝の10時までね、朝食がやっているということですので、ホテルの朝食ね食べに行きたいと思います。朝食はレストランだったかな、あクラブラウンジですね。ということなんで5階のラウンジで、食事ねしていきたいと思います。では行きましょう。
では朝食会場着きました。これはスープですかね。あ、おかゆだ。こちらにおかゆがあって、おかゆに入れてみたいな、そんな感じですかね。お、朝からお肉。お、チャーハンかな。すごっ。で、シューマイみたいな。あとフルーツ、いいですね。で、こちらがシリアル的なドライフルーツ、シリアル、シリアルじゃない、ヨーグルト、お豆、お豆、トマト、あったかいトマトですね、ソーセージ、で、飲み物、フレッシュジュースとかも入ってますね。あ、すごい。で、コーヒーと紅茶で、ゆで卵と、これは何だろうな、ちょっと分かんない、ベーコンと卵と、お、これは何だろう、ここはフォーかな、ビーフ、あ、フォーですね。はい、じゃあフォーいただきましょうかね。それではいただいてまいりました。とりあえずフォーと、あとお肉、トマト、ちょっとね、盛りがあんまり綺麗じゃなくて申し訳ないんですが、お肉とソーセージとトマトとチャーハンとキムチですね。あとゆで卵と、これはね、フォー頼むとついてきましたね。あとヨーグルトということで、いただきましょう。で、これは炭酸水です。いただきます。うん、炭酸水うまい。そういうことでいただきましょう。これね、ビーフフォーっていうお料理みたいですね。フォーなんて私食べるの本当に10年以上ぶりだと思いますね。いただきます。おう、ではいただきます。うん、めちゃくちゃ美味しいですね。あ、美味しい。これせっかくベトナム来たからフォーを食べたいと思ってたんですけど、ホテルで食べれてしまうっていうね。うん、いや、これはうまいっすね。うん、ソーセージ、うん、また日本のソーセージと味が違いますね。うんうん、おトマト結構好きです。あとチャーハンですね。ちょっと固めですね。うん、普通に美味しいです。いや、このフォーが本当に衝撃的にうまいですね。やばいです。これはちょっとぜひね、シラトン最後に来られる方はぜひ食べてみてください。ちょっと食べ終わってお腹の余裕があったらもう一杯行きたいぐらいですね。うん、本当に美味しいです。すいません、気づきませんでした。昨日のね、夕食のフロアだけ食べ物が置いてあると思ったら、奥のもう一角にね、はい、こっちにサーモンとかサラミとかサラダとかね、はい、ありましたね。いや、全然気づかなかった。気づいてたらサラダもりもりいただきたかったんですけど、もうお腹がいっぱいです。ということで、パンとかもねありますんで、はい、ということで出てまいりました。ホテルの目の前はこんな感じになってます。目の前にサークル K がありますね。あとサイゴンホテル、まあ別のホテルがあります。まあ、本日はね、まあ、初日ということで、あのね、天気がねあんまり良くなさそうなんで、すいません、今日も GoPro で行きたいと思います。で、まあ、来た初日ということで、毎回恒例のお洗濯行きたいと思います。はい、ここら辺の治安がどうなのかとか私全然わかんないんで、荷物もね最小限で来ました。ひとまず歩いていきましょう。ベトナムの街並みはこんな感じです。やっぱり交通量が非常に多いですね。うん、ここエアフランスのデスクなんだ。ここエアフランスのデスク、びっくりした。エアフランスって出てきて、エアフランスだった。まあ、ひとまずね、まあ、お洗濯して一回客室戻って、でちょっと有名なところだけ行きたいなっていうところなんですけど、すげえ本当に
交通量がすごいのと、このね、この交通量すごいですよね。でここ横断歩道なんですけど信号ないんですよ、やばいえ、何、みんなどうやって行くのこれ。いやこれは流れに任せて一緒に行くしかない。あ、こうやって行くんだ、すごっ。無理やり通るんですね、すげえこれがベトナム流みたいです。いやこのね、このご家族の方が いらっしゃってよかった。あービビった。あんな強引に行くの。だから日本でいうなんか泊まれみたいな、そういうのはないんですね。泊まるのもないし、あれなんですね、強引に行って止めて行くみたいな、まあ、それが一般的みたいですね。いややっぱりバイクがめちゃくちゃ多い。右行って左、今 Google の評価が結構高そうなところの洗濯屋さんに向かってます。まあ、とりあえず今日ね受け取れれば何でもいいんですよ。あ、そこ通れるんだ。ここは信号なのかな。あ、渡っていいんだ、怖っ。みんな信号守ってくれんのかな。あ、守んだ一応、怖えあ、すごい、ちょっと何か分かんないけどすごいですね。うん、素敵です。これはホーチミンの委員会市庁舎、委員会庁舎って書いてありますね。まあ国のあれですね、政府の建物みたいですね。非常にかっこいいですね。信号青なんですけど誰一人バイク止まんない。なんかどうやって渡るのこれ、気合で渡っていいの、怖っ信号の意味ないですねこれ。止まんなくてもいいのかな、わかんないけどいや絶対赤になってると思うんですけど、まあちょっとわかんないんで、ひとまず信号は気をつけて渡りましょう。まあここら辺カルティエとか入ってるんで治安とか大丈夫なんじゃないでしょうか、わからん。まあ大丈夫でしょう、高級ブティック街。いやー暑いなー。いやちょっとねハーパンで外出たかったんですけど、ちょっとおっと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 、どいて、ソーリー、歩道歩いてたらバイクの人にどいてどいてみたいな感じで言われたと思います。まあ何言ってたかわかんないですけど、すごいなー。もうできるだけ交差点できるだけ交差点渡りたくないな。これをまっすぐ行って2つ目ぐらいを右折で着く、 OK。 いやすごくないですかこれ、すごくない、バイクの需要ありすぎじゃない。酸欠してます、酸欠。10代の頃思い出しちゃいますね。あ、ここのここは信号ちゃんと守られてる、誰もあれしてないですね。あ、ちゃんとみんな守ってる。さっきの信号なんだ、私だけだったからからですかね。あ、ここはおまわりさんがいるんだおまわりさんいます、そこに、はい、多分切符切られてる人もいます、そこに。そういうことだ、まあ、こういうのはこういう露店で食べるのがいいんでしょうね。前にいるお兄さんお姉さんたちも多分観光の人たちでいいですね、うん、安心。タバコ売ってるんだ、こういう露店で食べるのがきっとあれなんでしょうね、ベトナムなんでしょうね、うん、ここもちゃんと信号が機能してますね。さっきのとこは何だったんだろう、誰一人止まってくんなかったけど。いやーすごいな、やっぱバイクの需要がすごいですね。
いや水曜どうでしょうで見てベトナムねバイクが多いっていうのは知ってましたけど、こんなにすごいとは思ってなかったです。やっぱたまにノーヘルの人がいるんで、ヘルメット着用は義務じゃないんですね。あ、これはやっぱり国によって、いやでもこんな絶対事故をめっちゃ多発してると思うんですけどね、どうなんだろう。すごいピッピキ言ってる。あ、バイク屋さんなのかな、バイク直してるね。ああバイク直してる。バイクの解体とかまさに10代を思い出しますよね。なんで解体しようと思ったのかもうよくわかんない。でもなんかみんな解体してた組み直してましたよね。お前多分分かる人にはきっと分かるであろう。ではこう渡ります。信号ない。すごいね、みんな目視でいかに、やっぱ慣れてる人はみんなあれなんだ、行ったら止まって譲り合うみたいな、そんな感じなんですね。あっつい。あでもこうおしゃれそうな、いつビアタイム、やっぱあれかな、お酒の時間、カフェでしたね。あ、ありました。今日向かってんのはね、あそこのランドリー屋さんです。ちょっと Google のあれで非常にねあれだったんで、なんだっけ、評価が良くて親切な おばちゃんがやってくれますみたいな、そんな感じでしたんでここにしました。ここは何なんだろう、何か分かんないな。スキンクリニックは、ここは皮膚科なんだ。これですね、はい、行きます。ハロー。ヘロー。はい。Yes. Can I get today? Okay. 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 4 p.m. ready. よかった。Today 4 p.m. I ready. Okay. 4 p.m. Yes. Yes. Money after. あ、money after. Yes. Yes. お金をね後払いみたいですね。あなたの名前は。Hirai. H-I-R-A-I. You speak Japanese very nice. ありがとう。まさかの日本語喋れる。こんな感じでね、あの重さを測っていくらみたいな。でお金はね後払いみたいですね。まさかですね。そんなことあるんですかね。3時。8時。8時。4 p.m. to 8 p.m. 7時。7時の方がいいかな。OK。Thank you。ありがとう。またね。Thank you。いやめちゃくちゃ優しいですね。いやほっこりしました。いや Google のねあれで非常に親切なお母さんだっていう話は聞いてたんですけど、まさかこんなにフレンドリーだと思わなかったです。4時から7時の間に取りに来てということなんで、今ね10時半ぐらいなんで、いやよかった。はい。で1キロいくらあったっけな、200円ぐらいだったと思うんで、多分1000円かかんないと思いますね、はい、あのホテルのランドリーがね、マリオットホテルにはついてるじゃないですか。でそれで、計算したのはもう言ってるかもしれないですけど、1万5000円ぐらいなんですよ、日本円で。1万2000円ぐらいだったかな、はい、1万2000円と、さすがマリオットホテルって感じですよね。多分1000円以内でできると思いますけど、まあ、これが逆に2、3000円でも別にいいですね。いや本当に今日もう今日しかチャンスなくてあれだったんで良かったです。ということで一旦ホテル戻りましょう。いやすごいな、街ブラブラしてるのめちゃくちゃ楽しいですね。ベトナムまだ外に出て10分ぐらいしか経ってないですけど、今のところ怖い思いもしてないんで大丈夫そうです。ちょっとさっき通った道の反対側にめちゃめちゃ出店が出てたんで、そこトッと通って帰りましょう。怒られちゃうかな。いや多分こういう露店とかの食事どころで食べるのがきっとベトナム流で美味しいんでしょう。これは靴屋さんですね。すごい靴直してる。これを、あでもちゃんと綺麗に直してんだ、すごい。これを路上でやるっていうのがまたすごいですよね。
スニーカーも直して履くのがベトナム流なんですね。日本だったら穴開いたら捨てちゃいますもんね。いや、エコでいいと思います。ここは何屋さんなんだろう。あ、ここもなんか靴直してるんだ。あ、ここも靴直し屋さんなんだ。靴直し屋さん多いっすね。これはバス停かな。ちょっと何停か分かんないけど多分バスっぽいですね。ほら、あんな感じで見えましたかね。おまわりさんが立ってますね。ですね、この信号はめちゃくちゃちゃんと守られてる。さっきお姉さんがあそこで切られてたんで、わ、これでも見つけたらどうやって呼ぶんでしょうね。一応ナンバーがあるからナンバー控えてんのかな。でもさっきお姉さんは完全に止められてましたね。いやー、いいですね。いや、ベトナムすごいな。全然日本と違う。これが日常なんですね。人が来ないタイミングで渡るしかないな。人じゃない、バイクが来ないタイミングで。よし、次行きます。次行く、次行く。 OK です。ああ、これがベトナム流なんですね。いやー、怖っ。いやー、めちゃくちゃ暑いけど、いやでも久しぶりに歩けていいですね。なかなか歩かなかったですもんね、ずっと空港泊でラウンジに入り浸り、まあ、ちょっと暑いですけども荷物だけ置いて歩きたいですね。あ、 TikTok 撮ってんのかな。なんか中国系の人たちは結構面白いの TikTok 作りますよね。 YouTube のショートとかによく上がってますもんね。あ、何やってんのかなと思ったら、あれも YouTube ですね、多分 TikTok か。ソニーのあれでしたね、 FXR でしたね。 FXR だから、あ、すごい、やっぱモデルさんとすごいね、撮影してますね、モデルさん。今のは多分モデルさんだと思いますね。なんか周りに3人4人囲んでやってました。ということで一旦ね、ホテル戻りたいと思います。もうホテルすぐそこなんでね。あ、ここヴィトンのお店なんだ、すごい。ここはもうブティック街ですね。ブティック街っていうのは高級ショップ街ですかね。はい、向こうにあれとかも確か来るときに見たと思います。あ、すごい売ってますよ、何か分かんないけど。まあでも売ってるってことは買う人がいるんでしょうね。ここにも売ってる。ちょっと何売ってるのかちょっと分かんないけど、果物かな。では時刻は13時になりました。ちょっとねホテルに戻ってそのタイミングで息子からね電話したいという要望がありまして、ちょっと電話してまいりました。ですんでかなりね客室でゆっくりした感じですね。はい、ということでこのサイゴン地区っていうんですか、ここは非常にあれなんですね、観光スポットが密集しているエリアで歩いてね観光しやすい場所みたいですね。はい、いや本来ねこのベトナム滞在はね、ベトナムに住んでるね友人の方を訪ねて、まあ、その方にねいろいろ教えてもらおうと思ってね来た予定だったんですけども、どうもね都合が合わなくなってしまって、まあ、結局ね会えずということで、それもね会えなくなるのが分かったのは本当に昨日とか一昨日とかだったんで、ちょっと残念ながらねあれだったんですよね。その方に完全丸投げしてた部分もあるんで調べてきてないですんでね、ちょっと今ね軽く見てきたんですけども、すごいねあれなんですね、集中してるんですね。今回行きたいなと思ったのはサイゴン教会。このまま真っ直ぐ行っていいのかな。あ、大丈夫そうですね。ほらめっちゃ鳴らされてる。やっぱりダメなんじゃないかな、通ったら。いや下手にね変なところ歩きたくないんで渡りましょうか。すげえ
これをね、信号なしで渡るのがマジであれですね。ベトナム行ける？行ける？今チャンス？よし行け。いやーすごいですね。すごい、何言ってんだろう。ココナッツジュースじゃない？すごいね、ココナッツジュースが露店が売ってる。すげえ。そんなにね、めちゃくちゃ潔癖症ではないんですけど、露店のものは多分私はちょっと食べれないですね。すごいね、ココナッツジュースが有名なのか、てかこれココナッツなのかな、ちょっと分かんないけど、めっちゃ露店で売ってる。ちょっと申し訳ないですけども、はい、屋台とかちょっと無理ですね、食欲が湧かないですね。せっかく来たのにっていう感じなんですけど、はい、フォーもホテルの方でねいただけましたんで。あ、ユニクロあるんですね、すごい、すごい、めちゃくちゃいいですね。安いのかな。ここにユニクロがあるとは、めちゃくちゃいいですね。ちょっとサイゴン教会まで行ってみましょう。いやーすごいなあ。先ほどよりでも暑さが少し緩まった気がしますね。さっき本当に汗吹き出すぐらい暑かったけど、今そこまでもないですね。でここもあれみたいですね。おお、でかい。これもショッピングセンターみたいですね。いやでも観光の方とかね多いんでいいですね。街歩きしやすいですね。いやーすごい、なんかあれですね、こうやってめちゃめちゃ綺麗な建物のそばにまたそうでもない感じの建物があったりと、本当にベトナムは新しいのと古いのが、古い建物が混ざってる感じなんですね。まあでもこんだけ歩いてる人が多かったらいいですね。でもベトナムは思った以上にマスクしてる人多いですね。まあホテルの係の方とかはみんなしてるんですけど、街歩いてる人も結構してる人多いですね。まあちょっとなぜだかは分かんないですけど。あ、もう着きますね。あ、ここに ATM があるんだ。ドアなし ATM。 でもなんか銀行っぽいんで大丈夫なのかな。警備員の人もいるし多分大丈夫。あと SMBC、HSBC もあるんですね。あ、やっぱり残念。着いたんですけど見てください、めっちゃ骨組み組まれてる。いやこれは残念ですね。あ、だからあれになってたんだ、営業中みたいな。で中ももちろん観覧できないみたいな、そんな感じなんですね。いやこれは残念。では次のスポット探しましょう。あっ、今さっきまで結構曇ってたんですけどめっちゃ晴れてきましたね。ではここからね、ダンティン教会っていうのが歩いて20分ぐらいらしいんで、ちょっとそこ行ってみましょう。歩いて回れるのはいいですね。はい、めちゃくちゃ運動になっていいですけど、暑い。水を持ってくるのを忘れたのはすごい後悔ですね。なんで忘れたんだろう。暑いと分かってたのに忘れる水。ここは高級レストランなのかな、すごいちゃんとしてる。ではちょっと距離があるんでカメラ止めますかね。いや面白い、また違う国を歩くっていうのも面白いもんですね。ではちょっとね、先に近くにね、フォーが美味しいお店ということでブログに出てたお店がありましたんで、こちら行きたいと思います。赤い服をね着てる店員さんに聞いたらここだっていうことで、とりあえずねビーフフォーとお水を注文しましたけど、不安でしかないですね。値段の表記がないのもまたよくわかんないな。なんかあるものはあるんですけど、B
ビーフフォーって言ったらすげえキョトンとされたんですよ。合ってんのかな。ちょっと参考にしたブログの記事をもう一回見よう。まあここねすごい人気店みたいでめちゃめちゃお客さんも入ってるんで、まあ大丈夫だと思うんですけど、まあ一応一番のおすすめは牛肉か鶏肉のフォーって言ってたんで一応牛肉にしたんですけど、この周りにある揚げパンとか、これね、これは揚げパンとか、このこれとか来ました。 Thank you Thank you。 ということで倉庫してるうちにビーフ4は到着しましたね。でもやしが一緒に来るみたいです。とりあえずいただきましょう。あ、おしぼり、まあいいや、おしぼりお店からいただけたんだ、まあいいでしょう。アルコール消毒シートを持ってきてるんでね、はい、ということでいただきましょう。箸はねちゃんとこの割り箸みたいなのがちゃんと袋に入ってるんですね、うん、これはいいですね。ではいただきましょう。これはもやしはちょっとだけ入れて買いましょうか、後で入れてね、はい、ということでいただきます。これ美味しいですねこれなんだろう、ちょっと生肉っぽくてちょっと不安ですけど大丈夫ですかね、うん、まあ、ビーフはビーフだと思うんですけど、ビーフコーナー、うん、あとこれは何だろう、筋みたいな、うん、うん、そうですね、日本でいう筋みたいな。あとこれは何でしょう、日本でいうつくねみたいな感じですね、うん、いろんなものが入ってるんですね。いやめちゃくちゃ美味しいです。あの支払い情報は全然書いてなかったけど、カードとか使えるのかな、まあ、一応現金は5000円ぐらい持ってるんで大丈夫だと思うんですけど、あめちゃくちゃうまいです。このもやしは入れて食っていいと思うんですね。お水を頼んだんですけどお水が来ないんですね。ちょっと聞いてみましょう、まあ、ひとまずめちゃくちゃ美味しいです、はい、これはちょっと概要欄に載せておくんでぜひ来てみてください。めちゃめちゃ混み合ってますねお店も、まあ、朝もフォー食べましたけどそれでも来てよかったです、うん、いや値段がね書いてない書いてないと思ったら上の方に書いてある。ノーマルサイズが15,000ドンで大きいサイズが、95,000ドンみたいですね。で私が頼んだこのビーフ焼きだけなんか95,000で書き換えられて多分95,000ドンですかね。こんな感じでね、あ料金が上に書いてあるっていうね、はい、全然気づかなかったです。で注文取りに来るのめちゃくちゃ早かったんでちょっとテンパりましたね、はい、ということで、フォーとね、あーお水ね無事ゲットできましたんで、いや非常に美味しかったです。ということで出ましょうか。ではお店を出ました。こちらです。フォーフォアパスタ、パスタ、まあね、あの店内もめちゃくちゃ混雑してました。お水とビーフ4で97,000ドンでしたね、はい、いくらだろうちょっと調べてみますか。だいたいこれで600円ぐらいですね、はい、めちゃくちゃ安いな安いですねやっぱり、はい、ありがたいです、まあ、お水もゲットできたんで。ということで近くのね教会に行きたいと思います。まあ、ああいうお店で、まあ、600円ってことはこういう屋台だったらもっと安いんですかね、うん、まあ、ちょっと分かんないですけど、いや思ったよりねお店の中はね綺麗でした。ですんでまあどうだろう、屋台は無理だけどレストランは大丈夫ぐらいの人だったらいけると思います。ちょっとあの揚げ物と置いてあるあの野菜みたいなのが一体何だったのかよくわかんないですけど、多分あれ食べていいやつなのかな、まあ、私の視線に入る人で食べてる人はいなかったですね。いやーすげえ街だ。普通に歩道にバイク入ってきますからね。さっき歩いてたらクラクション鳴らされましたからね。日本じゃありえないですけど、これがベトナムノーマルなのかもしれないですね。すげえな、こうやってみたら、まあ、衝撃じゃないですか。ずっとバイク来るんだよ、絶え間なくバイク来るっていうね。いやーこれは
一般的なんですね。なんか見たことあるようなバイクもあるんで、日本製も多分あるんじゃないかと思います。ってことで教会歩いていきたいと思います。多分ね、すぐ結構すぐそばなんですよ。ダンティン教会ですね。あと3ブロックぐらい来た。いやー、この通りすごいな。めちゃめちゃ幹線道路なんだろうな、きっと。本当にずっと絶え間なくバイクが走ってます。で、その中を軽く逆走する人もいますからすげえよ、本当に。そしてその中を台車を引く人までいるっていう。いやー、すげえ街だ。ということで到着しました。こちらがインスタ映えスポットと言われているダンティン教会です。すごいピンクが利用されていて、めちゃくちゃ可愛いですね。すごい。これはいいですね。可愛い。これはインスタ映えするんじゃないですか。ちょっと私の後ろの方で撮ってる方たくさんいらっしゃいます。いや、これはいいですね。やっぱ反対側から皆さん写真を撮ってるみたいですね。いや、私も反対側に行きたいんですけど、この交通量を渡る自信はないですね。本当に急に通りに急に出てくる感じですね。いやー、でもこれは美しいですね。見れてよかったです。今なんか内覧みたいなのはやってなさそうですね。うん。あー、すごい。じゃあ私も写真を撮って次の場所行きたいと思います。ということで次はペンタイン市場だったかな。はい、行ってみたいと思います。名前合ってるわここからね30分ぐらい歩くみたいなんですけど、行きたいと思います。いやー、お腹がいっぱいですね。ではぼちぼち歩いていきましょう。とりあえずペンタイン市場っていうところに向かって、まあこれから考えましょう。ちょっと今ホテルから結構離れた場所にいるんでね、そのペンタイン市場ってのはまたホテルから結構近いところなんで、でどっちにしてもですね、16時になったらクリーニングをね受け取りに行かなきゃいけないんで、まあひとまずその時間で観光していこうかなっていうところですね。ちょっと本当にさっきのフォーに入ってた牛肉のつみれみたいな、じゃなくてたたきかみたいなのが若干半生だったんですけど、それがすげえ心配です。まあ、結構食べてる人多かったんで、まあ大丈夫だと思うんですけど。あ、これさっき来た通りだ。じゃあいいですね、一旦カメラ止めちゃいましょう。来た道を戻る感じですね。いやー、ベトナムの街ブラ最高です。めっちゃ面白い。ちょっと怖いけどねでもまあ緊張感はありますけど、でも今のところ全然大丈夫ですね。ということでしばらくねカメラ止めちゃいます。歩いてたらまさかの日本食のお店ですね。タイとかすごいウニとか食べれるみたいですね。ウニとか24万5千ドン。すごいですね。いやー、びっくりしました。急に日本語であれと思ったら日本食屋さんっていうね。多分店員さんも日本の方多いんじゃないでしょうか。すごい。あ、ごめんなさい。すごいですね。このイクラ丼とかやばくないですか。日本とレベルが違いますね。上に魚乗っちゃってるし、いやー、びっくりしました。歩いてて急に出てきて、ここは飲食店街なんですかね。はい、こう町屋ってこう日本語とか日本語っぽいな。ああ、多分そうですね。日本食たまにあるみたいな感じなんですかね。まあ、多分たくさんあるでしょうけど、私は初めて見ましたね。ということで、まもなくね、ベンタイン市場っていうところに到着します。ここはサークル K がある。日本にはもうなくなってしまったサークル K。ベトナムには健在なんですね。なんかよくわかんないおじさんが話しかけてきてる。
いや歩道にね、いろいろお店だったりバイクだったりね、めちゃくちゃ止まってるんで、歩道も結構歩きづらいですね。この先が一応市場の表記になってて、花屋さんとかお洋服屋さんとかいろいろありますね。スーツケースとかも売ってる。すごい。ああ、これが市場なんだ。いいですね。ああ、すごい。T シャツ。工芸品ですかね。ああ、すごい。めちゃめちゃかわいい。あと、偽ブランドショップもありますね。やっぱり偽ブランドショップは、あれですね。日本にはなかなか、日本では見ないですけど、海外では結構当たり前のように見ますね。うわ、お花屋さん。いや、これは面白いですね。これは面白い。めちゃくちゃいろんなお店ありますね。ここは果物屋さんとかかな。いや、すごい。いや、こんだけいろんな仮面とかも売ってる。いやー、これは面白い。まあちょっとタクシーの勧誘とかちょっと怖いですけど、反対側にもね、めちゃめちゃお店あるし、コンビニみたいなお店からスーパーかな、はい、おっとケーキ屋さんからカフェレストラン、いや何でもありますね。メガネ屋さんまであって、いやーこれはいい。あ、これはいいですね、うん、これはいいしか言ってないですけど、見てて楽しいですね。あ、これはネイル屋さんなんだ。何やってんだろうと思ったら、ネイル外でね、はい、とにかく外にあるお店が多いですね。ちょっと日本の方からするとちょっとあれですよね、うん、いやでも外で食事して外のカフェ本当に多いですね、うん、この国ではそれが普通なんですけども、はい、ちゃんと日本語でオーダーできますって書いてありますねいやーこれはあれですね、日本人の方利用したくなりますね。あ、やばい、雨？嘘？あ、マジ？ちょっとまだ早い、雨降るには頼むと言ってたら千代田寿司出てきましたな。見えてますかね、千代田寿司。こんなところに千代田寿司、まあ多分日本のあれでしょうね、日本から出てるお店でしょうけど、お寿司屋さんです。すごい。いや、ここは楽しいわ。信号ないけど大丈夫なのか、止まってるのか、わかんないけど、大丈夫そう。ずっと同じおじさんが声かけてきますね。これはさすがにだるいですね。ずっと先回りして止まって乗ってけ、先回りして乗ってけがすごい。シカトしときました、シカト。ちょっと嫌ですよね。ああ、ここもカフェなんだ。おしゃれ。いいですね。イーストウエストカフェ。ここもカフェだ。ああ。で、こんな感じですかね。はい。通りが、なんか、あれなんですね。市場みたいな感じになってる感じですかね。ここ通ったらもう何もないみたいな。いや、今一瞬雨降ってきたんですけど、大丈夫そうですね。ああ、よかったよかった。じゃあちょっと人がたくさん入ってそうなカフェで休憩しましょうか。ベトナムコーヒーを飲んでみたい。なんかすごい手招きされてるけど、何を見てんのかよくわかんない。ということでちょっとね、人が入ってそうなカフェで休憩しましょうかね。
全然人が入ってないとそれはそれで不安なんで、いろんな人がダラダラしてるカフェに行きたいと思います。あ、ここもネイル屋さんなんだ、すごいね。いやめっちゃ手振られたんですけど、さすがにネイル、マッサージも一緒にやってんのかな、かもしれないですね。あ、ファミリーマートある、いいですね。ファミリーマートがあるって安心感。いやー、ここはでもすごいですね、本当にめちゃめちゃテンション上がります。いろんなお店あって面白い。これはお洋服屋さんですかね。これは何だろう、カット屋さんかな。寿司テイって書いてある。お、丸亀うどん来ました。はい、ということで丸亀うどん出てきましたね。うどん天ぷらって書いてある。すげえ。いや、お腹が空いてたら食べたいもあるんですけど、ここで食べたら結構あれですよね何のために来たんだ感がすごいですよね。いや、でもいいですね、日本食食べたくなったら丸亀あんのはいいですね。あ、ブランドショップかな。あ、すごい、いろんな人がいる。何屋さん、あ、これネイル屋さんだ。さっきのネイル屋さんは一緒にマッサージもやってたっぽいですね、だから声かけてきたんだよね、うん、あれですよ、あれ、タクシーの勧誘。前のおじいちゃんもめっちゃ断ってるけどずっと話しかけてる。いや、ちょっとこれはめんどくさいですね。ターゲットが変わりましたね、前のお兄さんたちに変わった。でも2人組なんだよ酸欠かな。一人ね、髪持った女の人がさっきね近づいてきたんですけど、私のカメラを見た瞬間に走って逃げていきましたね。なんか怪しさ満点な空気がすごいしますけど、いや、タクシーの買いも多いですね、うん、あ、ミニストップある、ミニストップあるんですね、すごい。しかも24時間営業。走っていて、うわ、怖怖怖、行くの、すげえ。やっぱ慣れてる人は違いますね、このバイクの走ってる中行きますすげえ。ちょっと今映ってなかったかもしれないですけど、この流れの中走って渡ってきましたよ、女の人、すげえ。ということで休憩したいんですけど、どのカフェに入っていいかわからない。何これ、何屋さん、すごい人いる、すごい、めっちゃ流行ってる。何屋さんかわかんないけどめっちゃ流行ってる。はあ、ということで、まあ適当なところで休憩したいと思います。いやー、この市場一番面白かったっすね。それではちょっと一休みできるところを探したいと思います。動画止めたところからすぐのところにこのハイランドカフェってのがありましたので、こちらに行きたいと思います。ちょっとベトナムコーヒーがあるかどうかはわからないですけども、行きましょう。ちょっと疲れましたんで、ちょっと一休みしたいと思います。いやー、めちゃくちゃ疲れましたね。でもずっと動いてなかったんでいいです。めちゃくちゃ汗かいてますけど、いい運動になってますね。ということで頼んだのは、ベトナムコーヒーですね。店内もね非常に混んでるんで、このぐらいの混雑してる方がいいですね、うん、これで4万5000ドンですね。ここはねカードが使えました、いいですね、うん、これでだいたい270円ぐらいですね、はい、これでって見せてないですけど、はい、これで270円ぐらい。これがベトナムコーヒーらしいです。あのコーヒーにミルクとコンデンスミルクが入ってる、まあ、甘いコーヒーですね。あ、いいですわ、美味しい。多分ねほとんどが氷ですね、うん、なんかちょっとググッと終わりそうな、そんな感じです。いや、でもいいですね、うん、ちょっとお水も欲しいぐらい。
これは水が飲みたくなりますね。これがベトナムコーヒーなんだ。いや、めちゃくちゃ甘いです。本当にコーヒーにコンデンスミルク、まあ、練乳が入ってる感じですね。でも美味しいです、うん、1回ぐらいは体験していいと思います。なくなりましたね。ということで今3時なんでね、はい、ブラブラしながらホテル戻りましょうかね。ちょっと一服してから帰りたいと思います。それではね、3時50分ぐらいになりましたので、クリーニングをね、取りに行ってホテルね戻ろうかなと思ったんですけど、たまたまなんですけど、私がね休憩してたカフェここなんですけど、まさかの私が洗濯物を出したお店ここだったんですよね。全然気づかなかったということで、出したお店のカフェにいたんですね。はい、朝来たところだったんですね。本当に全然気づかず、Google マップ見てね、えっと思ったら真裏のお店に入ってたという感じで、であとね10分ぐらいありますんで、ちょっとどうなのか聞いてみて、まあダメそうだったらね、ちょっと待ってから洗濯物ね回収して帰りたいと思います。では行きましょう。いやー、びっくりですね。 Thank you、 ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。 Thank you so much、 またねー、またねThank you ということで無事ねゲットできました。はい、13,600ドンということで、だいたい800円ぐらいですね。いや、めちゃくちゃ安い。いや、これは最高ですね。はい、わざわざ出しに来た甲斐がねありました。これホテルに出したら12,000円ですからね。いや、いいですね。このお店も概要欄に載せておきますんで、ぜひね滞在中洗濯が必要な方は行かれてみてください。ということでホテルね戻りたいと思います。ホテルどっちだったかな、はい、ちょっと調べて、やばい、雨が降ってきましたね。はい、ということで急いで帰りたいと思います。ということで時刻はね22時18分になりました。あれ、時計が見せらんない。早々にねお風呂等々を済ませて、ずっと仕事をしていたっていう感じですね。はい、ということでベトナムね最後の夜ということで、夜景お見せいたしましょうか。よいしょ。はい、ということで電気を消しました。いかがでしょうか。いや、めちゃくちゃ綺麗ですね。今日でねベトナムの夜も終わりというふうになりますんで、この景色が楽しめるのも今日で最後となります。ということで今日のところはこんな感じで休みたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。ただいま朝の8時頃になりまして、本日はね7時ぐらいに起きまして、今ね支度が終わったところでございますって言って、髪の毛まだやってないんですけど、はい、そういうことで今からね朝食行きたいと思います。で本日なんですけども、本日はねこちらチェックアウトしてまたね別の都市に移動するっていう風になりますんで、ひとまずね食事してパッキングね、していきたいなと思います。ということで行きましょう。ということでラウンジのね隣のプールエリアに来ました。いや、いいんじゃないですか。うん、これからね今まだ日が当たっておりませんので、これからねもうちょっとしたら日が当たってかなり暖かくなるんじゃないでしょうか。今もね十分暖かいですけども、多分水入ったらちょっと寒いんじゃないかなっていう感じですね。でちゃんとねタオルとかも用意されておりますし、あれなんですね、卓球台とか置いてあるんですねすごいね。で先ほど言った通りね、多分ここもタバコ吸えるんじゃないですかね。ちょっとここは分かんないですけども、ここの奥にね座席があるんです。そこにはね灰皿が置いてあったんで大丈夫みたいですね。はい、ということでこんな感じになっております。いや、いいですね。このシェラトン最後もめちゃくちゃ充実してますね。あ、そういえばねここ今回ねポイント数を言ってなかったと思うんですけど、今回ねここポイントで取りました。現金価格がいくらだったかな、ちょっと現金価格はね調べて出しておきますね。はい、でもねポイント額はねめちゃくちゃ安かったんですよ。ここ16,000ポイントとかそんなもんだったんですよね。やばいですよね。まあベトナムはもともとねなんですかお安いホテルが多いんですけど、でも16,000ポイントはやばいですよね。うん、だから今回2泊しましたけど32,000とかそんなもんだったと思いますね。
はい、結構衝撃的に安かったんで、こんなに安いんだったらポイントでいいかと思ってね、ポイントで抑えましたけども、このエレベーターもね、こんな感じで、あのカードをさかざさないとね、行きたい階に行けないみたいなね、あの客室フローはそうなってますね。5階とかはね何もなしで行けるんですけども、でもここのねラウンジもかなりね、あれが確認が薄いですね。勝手に間違えて利用しちゃう人いるんじゃないかな、いないんですかね。特にね、鍵とかいらずにラウンジ入れますし、入ったからといって番号聞かれないしよいしょ。ということで客室着きましたんで、パッキング頑張ります。ということでパッキングの方はね終わりました。ただいまね9時47分ということで、まあ、10時にはねこのホテルを出て空港ね向かいたいなと思っておりましたので、ちょうどねいい時間帯になりました。ということで今回ですね、ベトナムシェラトンサイゴンホテル&タワーズ、こちらね2泊させていただきましたけども、価格についてですね、先ほどねちょっと調べさせていただきましたけども、ここのホテルはねだいたい1泊ね3万円ぐらいねホテルっていう風になります、日本円で。で今回ね、1万6000ポイントぐらいで1泊できたので、合計で3万2000ポイントぐらいしかね私払っておりませんので、だいたい1ポイント2円ぐらいまでね行くんじゃないかなっていう感じですかね。はい、ということでまたねこの客室今回ねジュニアスイートにアップグレードしていただいたので、かなりね快適に利用させていただきました。いや非常にありがたいですね。今回ねアーリーチェックインもさせていただいて、レイトチェックアウトもね、いいですよみたいな感じでチェックインの際にね言われまして、またね、まあ、ラウンジ朝食ね利用することができますし、アルコール等々もね利用することができますので、めちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。でまたねプールとかもね使うことができますので、家族連れの方もね結構楽しめるのではないのかなと思います。でまたね周辺もですね観光スポットがね集中しているのと、本当にねホテルの目の前にサークル系、まあ、コンビニがあるんですよね。はい、でそこもね24時間やっておりますので、買い出しとかもねホテルのねミニバーとかも使わずに、ちょっとね買い物したいなと思ったらコンビニちょっと行けるみたいなね、まあ、そういったアクセス面でもねかなりいいのではないのかなと思いましたので、ぜひねこちら泊まってみていただければなと思います。なんでここ1万6000とかそんなポイント少ないんですかね。まあ、ホテルの作り自体はですね確かに新しくはありません。USB ポートとかもねここに1個ありますけれども、これね多分壊れてると思いますね。入れてもね充電できなかったんで、まあ、これはホテルじゃなくて客室によるかもしれないんですけども、まあ、そういったね、まあ、ちょっと古さみたいなのはねありますけども、まあ、個人的にはね全然いいんじゃないですかね。ホテルの設備としてねラウンジ等々のね設備かなり充実しておりますし、まあラウンジの食事もですね朝食カクテルタイムともにね非常に食事充実しておりますので、まあ、私もねここで夕飯済ましていただいた部分もありますんで、かなりねいいのではないのかなと思いました。ということで今回ねここで一旦ね動画区切らせていただいて、次ね、バンコクの方にね向かいますので、まあ、そちらはですね次の動画でね楽しんでいただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。